二人は映していいのか。俺は後ろに。カメラはないか。ああ、デジカメいる。さあ、夜バージョンに来たかったんやけど。今何時？3時。4時かな。4時だな。4時ジャストだな。まあまあ、でもこれ下綺麗になってんだよね。あ、本当だ、ちゃんと。あ、今気づいた。俺も今気がついた。すげえ細されてると思って。さあ、滋賀の、ま、マチュピチュ？マチュピチュ。えらくなんかグレードを勝手に上げましたけども。ラピュタの城の壊れる、ま、壊れる時のやつ。実際そんなもんなんだよな。さあ、この間みたいに、ちょっと。マジでこれ登んの。行ってみたいと思います。っていうことは誰か登ってんのか。よいしょ。よいしょ。マスクがうざいな。息がする。さて、気をつけて登ってきてくださいね。すげえ急だ。よし、片手使えんっていうのが一番の不便なんだよな。登れるか。これ降りるとき絶対怖いやんけ。あ、塀が出てまった。緊張感ね。大丈夫かみんな。探検隊のセリフなんだよな。さあ、念願の上に登ってみました。あ、しんど。さあ、カメラマン先に行くんだよ。普通川口探偵でも大体カメラマンが先。さて、シラのマツピチュー。うん、暗かったらやばいね。でもちゃんと人が撮っとる足跡があるんだよね。おう、うん、今見た。よいしょ、それっぽいところに出れた。さあ、マチュピチュです。あの上来てんだけどな。なんかこういうとこで仮面ライダー決闘してるのこういうシーンも。初代ライダーなら理想な。でも絶対人がおるっていう感じはあって、なんか火の声聞こえたね。鹿じゃないな、鳥。鹿だ、危ない。もう行けねえし。あ、ここまでが限界ですか。限界みたいな。これが丸いとこか。あれ、もう運転手じゃないの。本当。運転手来ないわ。まあ放置されてるからあれなんだろうけど。
ラピュタが整備されすぎてるだけでこういうなんていうの木々が生い茂ってるのは普通なのか。こういう景色は確かにこういうところじゃないと見れんな。こういうなんか遺跡チックなところ行かないと。まあ行けるっちゃ行けるのか。危険ことはないぞ道ならざる道ですけど。いや人が通った道あるもん。こっからはねえんだよ。よいしょ。全く上と下のあれが違うね。雰囲気というか、うん、声が聞こえそう。かっちゃんよ、一つだけ言っていいかい。おい、今あなたの関心しか落としてないんですよ。なぜかわかるかい。なんで後ろ向くな サムネイでもするかい。のぼよいしょ。気をつけよ、そこめっちゃ滑るね。斜面が急だぜ。だろう。なんで俺も今日は登山靴履いてた。これあそこ行きなら、こっから中に入れるパターンなのかね。分からんねえ。それが分からんから今悩んでる。ゴーゴーで道がないんだよな。そう、道がないから困ったな。なんてな、なんだ言ったらこんなんもったいない。せっかくここまで観光地として来たのに道が道じゃないからなんだよな。これピョンって跳んでるの気をつけろ。あ、行き止まりだ。あ、中には一応なんていうの、耐えれないようになってますよ。中には入れないようになってますよ。行き止まりになっとる。真面目な話、これで中に入れたらあれなんだよな。あのマジに助けが呼べない場所になるんだよな。うわ、しんど。なんじゃこの高さ。よう登れたね、あなた。どうして？およそ首まで長あるんだけど。そうあるよ。はい、これがどこやったこれ。土倉鉱山の、標高 100m の上からです。こんな感じです。俺は登る気づるでここから見とる、うん、はい。なんか気になる。あそこ行けれんの。はい、多分これ潜った先があのバルスいうセリフいうところに繋がってんだろうなと思うけど。繋がっとるんかな、何かに。これなんかトンネル、あ違うな、トンネルと塞いであると思います、どっかで。嘘。塞いであるよな。トンネルねえもんな、壁だもんな。塞いであるわ。うん、だから中には入れないです。じゃあ使えんな。ぐいぐい行くやん。疲れとは一体何なのか。よいしょ。
登る価値ありそう？来ない方がいいな。危ねえ。何も返事しないから、ああ登れ、登ってこいってことかって思ったら、来ない方がいいとは。誰か住んでる系？マジ1000人なんだ、こんなとこに住んどんの。惜しいな。疲れた。ここ苔があって滑りやすいわ。やっぱりここすごいぞ。ああ、なんか溜まり場っていうか強いやついる。どうなの、格付けとしてはどんなもんですの？格付けって初心者向け、中級者向け、上級者向けとか。初級者。初級？初級。ただ登るのが好きな人だけが小屋入れる。これやね、やっぱし。この穴だね。この丸いの。ってことはやっぱり鉱山の中なのか。鉱山だな。はっ、よいしょ。なんて？登らなくていい？もうこれ以上登るようがないもん。周りにはぐんぐん進んでおらっしゃるんだが。うん？どうしました？オランダがある。もともとはちゃんと階段として使われてたのか。うん、使われてたみたい。苔だなんだとやばくなったから。うん、危ないぞ、ここ降りるのが。うわ、やば。スベスベなとこ、マジスベスベやだろう。足届かんもん。よいしょ。塞がれとるけどさ、うん、ちっちゃな防空壕みたいな穴があるんやけどさ、ほうほう、そこに10歳ぐらいの女の子が座ってた。迷子です。完全に迷子です。なんやろな、10歳ぐらいの女の子。かなり古いぞ、もうかなり古い子やったぞ。俺が来たらすっと聞いたけど、あれは女の子だ。降りるんかい。え、登るの？いや、別にいいけど、俺も降りようかな。な、危ない、滑った。怖っ。今、リアルにどうやってあなたを支えようかってビビったぞ。
か。苔怖っ。そう、そこダメなんですよ。当時のインフラ整備やばいな。よいしょ。ああ、いいもの見えた。ラッキー。今度はあの女の子探しに来よう。もうけもうけ。もう行く先降りる？お任せ。カメラ大変やろ。変わらんで。怖いな、ここ。あ、怖い。レッキー。超怖い。嘘。大丈夫？レッキー。ダメだ、俺先に行くべきだった。だろう。あなたのてっぺんが見える。いや、ハゲ、やめて。いや。俺今画面見てびっくりしたもん。あ、ダメだこれって。さあ終わりました。あのね、てっぺんのちょうどね、草むらの中にこのぐらい、ほんと1メーターにちょっとのちょっと狭い洞窟がほらあったけど、一瞬やけどちょっとモンペを吐いたモンペかな、女の子がこんな感じで座ってました。一瞬やったから夜来れば見えるかもしれないですね。大ぶくら取れるんじゃない？防空壕として使われた時のみたいな、そういうあれってこと？わからん。あれ防空壕なの？ホタルの墓みたいな、そんな感じの子じゃないのよ。おお、それよりかもうちょっと若いんじゃねえの？もうちょっと若い。時代が第2次なのか第1次なのか。うん、今4時やろう。でもあれがその10歳の子はボスじゃないでしょ。いや分からん。あそこの丸いとこ気になったっつってやん、うん、あれの同じ感じやったら多分あの子だわ。ここのボス10歳ですか。いや、カメラとよ、電気持ってくるべきだったわ。あそ、まあ、当たり前だけどそんな暗いんか。カメラ持ってこよかった。マジショック。満場一致でいらんってなったやん。車降りた時に。俺見ろおめえ、鹿がないとるに。鹿かなこれ。あ、でもこれ夜聞いたらなかなかの悲鳴に聞こえるね。悲鳴に聞こえるな。ここすげえな。あそこの上に家があるやん。あれ家なんや。家があるんです。あ、あの四角いやつ、うん、家がある。家みたいな感じ、なんかワンルーム。人が住んでる系。人が住んでた系。今はいない、うん、で登ってってこっちの草むらの方行くと、うん、ちょっと奥にほんと1メートルぐらいの高さの狭いオラナみたいなのもあるんやけど、そこに、うん、女の子の半袖座りしてたような感じ。